相模原市が送る広報番組純粋都市相模原。今回はハヤブサグルメグッズのご紹介です。皆さんこんにちは。こんにちは。相模原市シティセールスサポーターズの大神田夏香です。奥脇梨沙です。今日は私たち2人でここ JR 横浜線淵野辺駅北口にありますニコニコ星淵野辺商店街をご紹介します。相模原市では個性的な商業地づくりのために橋本、相模原、相模大野の各駅周辺地区を中心商業地に、淵野辺、上溝、小田急相模原、東林間、小淵の各駅周辺を地区中心商業地として位置づけて、地域に根ざした商店街振興のためのさまざまな取り組みを行っています。ここニコニコ星淵野辺商店街のある淵野辺駅といえば相模原市民ならもちろん、あの小惑星探査機ハヤブサのふるさとでもある JAXA 相模原キャンパスが近くにあることです。だから JAXA の研究所の人たちもこの商店街で買い物や食事をしてるんじゃないでしょうかね。 JAXA の方々を招いたハヤブサグルメ試食会も行われたみたいですよ。淵野辺駅北口にある商店街ニコニコ星淵野辺協同組合は JAXA 相模原キャンパスが近くにあることから銀河をかける街淵野辺をコンセプトに街全体を銀河に見立てています。各通りには星座の名前が付けられ、またオブジェや歩道のタイルなど随所で銀河をイメージした商店街となっています。商店街全体が銀河をイメージしていることはもちろんなんですが、実は食べ物やグッズで小惑星探査機ハヤブサをイメージさせるようお店の方々頑張ってるんですよ。はい、こちらハヤブサの目的地のあった糸川をモチーフにしたカレーが食べられるお店です。ご飯を糸川の形で作ろうと言って、で、あの糸川カレーを作り始めたんです。最初はこれ南京豆って言われたんですけどだんだんと認知が上がってきて糸川という形が認められるようになってきました。続いてこちらはうなぎでソーラーパネルを表したうな重です。ニコニコ星でなんかハヤブサグルメに関したものを作ろうじゃないかっていうことが、それがきっかけなんですけどね。一度試食したんですけど大丈夫いけるってこちらは旅立つ瞬間をイメージしたお料理だそうです。まずハヤブサが宇宙へ飛び立つ瞬間、それからハヤブサ2というのが小惑星糸川にハヤブサが降り立った時の様子をイメージして作ったもの、ハヤブサ三部作という形であのご紹介させていただいております。続いてこちらは大学生とのコラボから生まれた商品だそうです。オービリン大学の3年生の方に、みんなで淵野辺でハヤブサを応援しようとした企画が上がった時に一緒に手ぬぐいを作りましょうと言ったら快諾していただいて、そのきっかけで作りました。それではニコニコ星淵野辺協同組合理事長の加谷さんにお話を伺いたいと思います。24年前から淵野辺では銀河をかける街というテーマで街づくりをやっておりました。映画の公開とか一気にまた盛り上がってきまして、皆さんに声かけたところ、ノリのいい商店が始まったということです。ニコニコ星淵野辺商店街では月に1回金曜日と土曜日の夕方から近隣大学やスポーツチーム、地元商店の出店による夜市ナイトバザールが開催されているそうです。もう開催回数を100回も超えるイベントだそうですので、皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ニコニコ星淵野辺商店街にお越しの際はこちら相模原市ホームページ下にあるハヤブサグルメグッズマップを参考にいらしてみてはいかがでしょうか。この後私たちはマップに載っているお店を全部見て回ってきます。それでは行ってきます。行ってきます。淵野辺駅北口の商店街ニコニコ星淵野辺協同組合は JAXA 相模原キャンパスとともに銀河をかける街淵野辺を合言葉に歩んでいきます。